これ次どこにアクセスしたらいいんだあ、でもやっぱこれ取れるってことは、そういうことか。あ、こういうことだ。あ、いける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 よ。それ絶対いけるって。よ。よ。ナイスナイス。えノットナイス。よ。よ。いやいやいやいけるでしょ。それか、これに、ぶつける。 お割れたおーおー素晴らしい発想力の勝負このコップ持ってこうこれなんか足場とかに使いえそうだからもらえるアイテムはもらっておこうただ視界がとっても悪い <laughs> ちょっと待って <laughs> えーっとここに一回置こうよやしく置いておこう もし使うようになったら持ってくればいいこのあたりのアイテム全く見てなかったぞこれは取れない何だこれそもそもバットかんあ傘んあトンカチか,かまあ何でもいいんだけどうーんしかもトンカチじゃなかったあでも出口がそこにあるっていうのはどういうことだどこを目指してんだそもそもこれ。 あの上あたり、ま、とりあえずなんか上に登らせよう、登らせようとしてますよね。うーん。このカブト的なものは一体、この金物は一体何だここにジャンプで、なんか時々上から降ってくんな。誰かいる誰かいるのかな上に。なんか謎の精霊さんがいて、素晴らしい何かを授けてくれるのよ。 よし、乗っかった。これ、中入ったら終わりじゃないこれ。これ、この間の、なんか、もう、漆黒なんですけど。<laughs> 漆黒の世界、闇の世界がただただここに広がってる。終わりなんじゃないかここに入ってしまったら。いててててて。あれ、でもこれ、どこにジャンプすんのかな上に行けそうなところが、 まずここを伝ってきましたねここを伝ってきてこっち側には行けそうなとこないしこの鉄製の何かに足場をあれ落ちちゃうえその漆黒の世界に何かあるのかそれとも何かを見逃してるかアイテムがあるわけでもないしうんあっわかったこれ パン焼き機だだトーースターだパン焼き機ってよっこの中はあでも入れないんですそもそもほら足側がこうなんか自分の体に合うようになっててあれ入れるなおっと中に何かあそうかトースターだから焼けたらリーンって焼けたらパンがシュポーンって出てくる。 その装置が中に入ってるっててるかなるほどでこっからはここを突き進んでいけばいいのかうーんとこれんしゃがんでしゃがんであれこれわわわ落ちちゃったあでも落下死はないうわこれ大変だこれ一回落ちると大変めんどくさいことになるうわーすげえもの落ちてるじゃんだって い,いとこまでジャンプできたほーなるほどここまでジャンプできたらこれさこの間、隙間でかすぎて不安なんだけどここあ歩けるよねここからあっあれかいや違うなあんラジオは聞こえるやべえこれどこ行くんだこれルートが全く見えないんだけど どこ行くいやーちょっとわかんないなーこのレコードのところかこっちの方飛んじゃったもういや違うかとりあえずここをちょっと登ってみるかあそこなんかありそうなんだけどあっレバーだうっうっちょっとちょっと ええー、その、落ち方ある。これ、ジャンプで。これが動く装置だ、多分。そのレバー。そこ、やり直しさせちゃうえー、っと、こっからジャンプしたら、これ、届く。あ、届く、届く。これのね、奥の方入ってると、上まで行けるよ。行けたよ。そうそう、手前じゃなくって、この奥。え、これ何回もやんなきゃいけない。ちょっと待って。奥。そうそう、そっちそっち。そっちに、設 されれれたらあれ入れないそうそうそうよっいけたでさっきのレバーどこだっけあここまあこっちからもいけるよなそう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 こ,こ,こ,、まあ、こ,これ上げてみていてってえ上がっちゃったな <laughs> まあ、その、これがどうなることを期待してたのかって聞かれると、ちょっとわかんないんだけど、上がったぞ。あ、その、空中制御して、どこに行けばいいんだここじゃないよな。ここじゃないのは間違いない。そこの間でもない。えー、っと、上まで行きたいけど、まあ、そうか、そこのテレビの上とか、あそこの隙間に、体をねじ込めるのかそうかもしれない。よっ。何にせよ、あのトースターにもう一回入らないと。 ちょっとうまいこと落ちてねナイスナイスナイスでこっち側はしゃがんで降りるよっえ難しいパターンあの間かなやっぱりちょっと待ってこれ多分何回かやんないと無理だぞよっおおいけたナイス進んだ あの、このステージいつまで続くの <laughs> 思ってたより高いなあーでもなんか上の方に近づいてきてはいると思うけど紙ひこうんなんだこれあれふんわりしてるあこれ取れるアイテムだおダーツかなるほど このふんわりしてる紙飛行機ダーツであダーツそんなに飛ばないよでもこれ使えそうな感じするなよいしょこれもらっておこうんこれあっ乗れんのかえどんな感じどんな感じ <laughs> これどうやってああ調べると 進んでくれるんだ。待て待て、このまま進んで大丈夫なのかこれ乗ってて大丈夫な瓶あっちの瓶にした方がいいんじゃない飛行機のことを瓶って。うーん。いいよいいよ。進んでみて進んでみて。これどうやって空中制御するんだこれこ。こっち側ポチポチポチって押してたら、なんとなく。あれなんかこれ。ちょっとまっ待ま待て待って待って待って。なしなしなし。 あの瓶なんかやっぱおかしな動きしてるあっでもなんかすると空中制御できるんだ多分あれこれでもちょっとミスっちゃったんじゃないえー、どんな動きしてんのあれちょっとミスった可能性あるなこれにかけるしかない向こう側に行くアイテムってことだよねこれでもそんな難しくないかそもそもそういうもんでもないか <laughs> マジで言ってんのかあれと思ったらすごいとこまで飛べた。あれこれどこどこだこれ。ああ、こんなとこまで一気に行けんの。あ、やばいやばい。あれ乗りたかった、やっぱり。あれ、落ちてった。あれあれ乗るんじゃないかあれ、フェイクか。だって、こっち側も行けそうだもんな。あれ、しまった。あれやば。これなんかはまってない ああ抜けられた抜けられたこっから抜けられるこうやってどこにでも刺さるのかなこのダーツっていやちょっと待ってこれこっから抜け出したいなこれよっこれ足場にできないのかうまいこと刺さってくれたらなんか足場にできそうな感じでもあるんだけど <laughs> その発想はちょっとさすがにない 暗もうちょっとさこの根っこのとこに刺さんないこれよっで足場にこうあっよっこれ取れるそれあ取れる取れる <laughs> <laughs> えっ、ー、こんな進み方あるいやーちょっと待ってこれ何本持ってくれやかったなんで2本しか持ってこなかったんだいやでも 待て待て、復帰はできるぞ。あそこに帰ればダーツは山ほどある。復帰はできるように気がする、あそこ。いやー、ちょっとそこ登れてもいいでしょう。そこのシビアさ辛いなー。ちょっと待て、ジャンプで行けるか。いいよっあ、行けたいけた。これダーツ。これ大事なアイテムだった。ちょっと待てよ、足場に気をつけながら。それ引っこ抜いて。引っこ抜けるあ、抜けた抜けた抜けた。いいよっ。 これで、どこでも行けるじゃん。だって。あれちょっと待って。これ、ここの壁に刺さんない待って、ここの壁に刺さんないか。刺さってるしまった <laughs> <laughs> 刺さるところと刺さんないところがある。あっちの壁には刺さってるっぽいのにな。待って、完全に飛行機使う流れだったじゃん。ちょっと待って、ここの、このオイルサーディンみたいな感覚に乗って、ここ刺して、そう。 で、そこを、今どうなってるそこさせるうーん、そこのね、テレビにさして、あー、そうそう,そう、す、んな感じそんな感じ,そんな感じで、ここに刺さる。あー、刺さってる、刺さってる。いいぞ、いいぞ。高すぎたよっ。うーん、そんな感じ、そんな感じ。で、できれば回収していきたい。これ多分、このステージで一生お世話になるアイテムといっても過言ではないんじゃない進んでる、進んでる。よしよし。 いいぞこれいつまで続くんだって本当思ってるけど <laughs> まさかこんな壁の登り方するとは思わなかったなま合ってんのかどうかも分かんないけどいやでもこれしかないまあ飛行機を瓶をミスったものへの救済アイテムかなちょっと待ってこれ今どういう状態なんか落ちたな足場を踏み外してる多分ちょっと待ってくださいね これね、この部分ちょっと多分カットだな <laughs> カットされて叱るべきシーンが今垂れ流されてるような気がするよっおっ進んだ進んだんですけどちょっともうダーツを全て使い切ってしまった大丈夫かこれ いや、大丈夫じゃなさそうだな。あそこもダーツ使って登る感じがするんだけど。ダーツ一個落とし、一本落としちゃったんだよな。これ取れるしかも。うわ、これ回収もできない。だってここを多分、ほら、もう一回使わなきゃいけないっぽいもん。やべえめんどくせえ <laughs> まずダ,ダーツ回収でやり直した。ちょっとちょっと。 マジ飛行機でどうにか横着したいよよしダーツ持ってこのさっきのダンボールの縁のとこまで来ることができましたよっそっからここ飛んでこの木の板ですよねこれは多分そんな難しくない入り組んでないしよっとよしよしじゃないよしでダーツ回収して えー、もうこれ、すごいステージなんですけど。<laughs> よっと、はい、どう今からどこ行くのちょっと待って、これだダーツって一応持っておこう。えー、っと、そこでいいのかな多分そうですよね。ここジャンプして、こっち側に行くと進めてるような感じなんですけど、これもダーツかあれ、やべ、刺さんない。 よいしょ。あ高すぎる。ちょっと低めに刺すのがポイント。でこれを、のぼっこれもう普通に足場にすりゃいいか。で、回収して、暗いんだよな。あカセットテープだ。で、こっち。カセットテープに何て書いてあるのかな。あー、でもロシア語と英語が書いてあるように見えるけど。 うん。あ、またか。やば。これのダーツアクション長いな。こんなもう、多くて2回でいいのに。あ、まあ、紙飛行機乗れなかったから、それがちょっと長くさせてんのか。<laughs> 紙飛行機への後悔ね。よっと。これもう先に刺しておいた方が楽なのかな見えるところから。よっと。とりあえずこれ回収。一番下のやつ。もうちょっと。 だからここの状態でもう刺しておいた方が楽になるのかもしれんあれなんで刺さるときだ刺さないときあんだよなよっでこうやって跳ねてるうちにこう下に落としてったりするからそれはもう悲劇ですよね <laughs> よっ階段状にしていこうこれをうーんまああの操作自体は変えてないんですけどね これどうこれまだいけない。だからこれは落としてよっこんな感じ。で拾って登って拾って登って拾って。もう一段ぐらいいるか。ちょっとちょっとちょっとそれもう拾えないよそれ。よっこれ一個諦めていいかな 拾えないやつ出てきちゃったまあ、残り3本あるし大丈夫かよしお電気が…天井…つってあるん…よね電気ってそう、つってあるから天井…えこれこっからどこ行くんだこれまだ…いやこれ…段ボールの蓋が邪魔で多分上進めないよなここも枕があってえ あそこかあの四角いところに行くってことかなそこに脱出するみたいな感じいやーちょっと、まあ、これダーツ使って行くってことかえ、うっそ。つらいよ。 これマジでいけんのこれさ壁に刺さるかいやーこれでそこまで行くのあの四角いところまで <laughs> もうダーツもう一本下に落としちゃったからもう二本しか残ってないしこれもう落ちたら立ち直れないぞよっいやいやいやちょっと待ってちゃんと刺さってくれそこは それは一発で刺さってくれないと困るいやまあ行けなくはないですけどねやば <laughs> やばいこと起きたやばいこと起きちゃったちょっと待ってここジャンプ いや、ダーツ回収できるか。<laughs> 落ちた <laughs>。大変なことになった、これは。え、これさ。いやー、ちょっと待って。これちょっと、一回出たら、一回全部リセットされるかなそれどうなんだろう。多分持って入れないし、 持って出てこれも来れないからこれしゃがんで入るとあ全部きれいになってるいやまだまだダーツ持ってるわいや待ってこれ持ってるけどリセットされてるっぽいぞああ下に落ちてったダーツがちょっと残ってるギリ2本あればいけるかもしんないけどいやーもう1本ぐらい落ちてないかなーややぱここめっちゃ時間かかる